さあ、それではまず準決勝の第1ゲームをご覧いただきます。岡田君対笹田よし子のマッチゲームです。まず最初の投球は岡田君。予選は22位でこの準決勝に駒を進めてまいりました。ご覧いただいているのが予選24ゲームでのアベレージです。そして33番レーンの投球が笹田よし子プロです。準決勝は24名が進出ですから、12のゲームが同時に行われているわけなんですが、そのうちこのテレビの中継レーンは33番34番、ここに登場する2人のプロのマッチゲームをたっぷりとご覧いただくという趣向でお送りしてまいります。岡田君プロ対笹田よし子プロです。ともにストライクの立ち上がり。岡田のニコレ、ビッグフォーになってしまいました。先ほどはオイルコンディションをまず大久保さんにタッチペンでデモンストレーションしていただきました。このテレビ中継レーンでのそのレーンコンディション、オイルコンディションのまた移り変わりというのも大久保さんに細かく分析していただきましょう。はい、笹田これダブルですね、はい、でこの岡田とですね、笹田お互いに持ち球がありましてね、今投げました笹田の方があまりボール曲がらないんですよ、はい、ですからちょっとコーナーといいましてね、右の端から投げていく、で今投げる岡田は笹田に比べますとボールの曲がりが大きいですからね、はい、少し中からオーナイストライ、テイクワン3本残ってしまいました。2プレーはオープンフレームの岡田です。ですから笹田の方はですね、はい、これから投げますけれども、少し外からこういうコーナーを投げるわけですね。あ、なるほど、はい、ちょっとあの線が曲がりましたけれども、ちょっと左にミスしましたね、厚めに入ったんですがラッキーストライク、はい、ターキーです。そして岡田の方はですね、少し曲がりますから、ちょっと笹田に比べれば中の方をこう投げてくる、なるほど、こういう感じですね。天秤タップしました、はい、で天秤をですね、取るときにはですね、アマチュアの方も右に今残ってますんで、はい、これは左側の方から取るということですね。ですからこういうふうに来て、こういうふうにこう投げるとよく取れる、ということですね、はい、スペアボールに持ち替えました岡田です。巨大なゴルフボールみたいなスペアボールですね。そうですね、特徴はありますね。スペアボールは硬いボールでですね、いろんなデザインのボールが最近は出てきましたね。はい、はいはい、いやまさに今大久保さんが描かれた通りの軌道を描いていきました、はい、右に残ったら左側から、左に残ったら右側から取るというのが一つのセオリーですからね。なるほど。さあ、ターキーの笹田の4フレです。北海道出身、1979年プロ11期生。笹田は右の方から投げますね、ちょっと中に入っちゃったな、これも。先ほど厚めにラッキーストライクというのがあった笹田なんですが、ちょっとボールがですね、はい、リリースするときに、リリースというのは離すときに、ボールが曲がってしまったんですね。ここで親指が中にぐるっと入ってしまった。あ、なるほど、それで狙ったところよりも少し左に行ってしまったという今の1球ですね。さあ、右サイド3本です。これはどういった取り方になっていくんでしょうか。これは左側の方からやはり右に残ってますから、左の方から取れると、はい、先に岡田の 4フレです。予選は22位、今シーズンポイントランキングは現在29位、ですからポイントをこの大会で稼ぎたい選手。これはいいですね。ナイス。そして笹田の1球ですがね、こういう風にやっぱり左側の方から取るわけですね、はい、今レーンに描いていただきますが、はい、こういう風に取りますね、で必ずキーピンと言いましてね、一番手前のピン、これを目標にするわけですね、この場合3本ありますから、一番左のピンの右側に当てるということですね。それがキーピンになる。あ、ここですね。ちょっと厚かったけど大丈夫ですね。ナイスカバー、
さあ岡田の方はですね、はい、あこれ今の笹田の1球ですね、ちょっと厚めだったんですがうまく取れました。そうですね、はい、理想を言えばそのむしろピンよりもややもっと右寄りと、そういうことですね、で岡田もですね、あのコンディションが読めてきたようですね、はい、立ち上がりストライクだったんですが4振れでもう一つストライクを取った岡田、はい、5振れに入ります。これもいいです。ああ、来ました、ピンアクションで天秤最後倒しました。スローでもう一度今のご覧いただきましょう、はい、スパットの2番と3番の間からいいリリースですね、うん、これも思い切ってフォロースルーしてますから、はい、天秤が残ったんですが、また、はい、倒れて、ナイスリアクションでした。4フレ5フレとダブルです。さあそして笹田、はい、ただ薄かった。ターキーの滑り出しだったんですが4フレでスペア、そうですね、ちょっとポケット行ったんですが、はい、薄かったです。でこの今笹田の残ったピンですけれども、はい、これはですね左側に残ってますから、はい、右の方から狙うということですね、はいはい、書いていただきましょうか。33番レーン、こういう風に狙うとスペアが取れるということですね。なるほど、はい、逆行っちゃった。ナイスカバーです。今のはですね、うん、本人が狙ったのと裏の方行ってしまったんですね、キーピンはこれ2番ピンになるわけですよね、はい、ですからこの、右側に当てなきゃいけないんですけど、ね、そうですね、これでもいいんですけどね、はい、5番を倒していくにはもうちょっと2番の右サイドという感じだったんですが、さあ岡田、いやしかし、はい、ラッキースペア続いています、笹田です。岡田の方はコンディションが読めましたからね、はい、あ天秤タップ残念。ただ徐々にといいますかかなりアジャストはしてきてますね。そうですね、コンディション読んできたようです。こちら笹田は現在ポイントランキング今シーズン80位です。やや下位に低迷しています。これ良さそうですね、はい、おナイスストライク。準決勝の第1ゲーム、お互いに非常にいいリズムで投げています。あ5番を横のピンが倒していきました、はい、さあ今度は岡田、これもやっぱり天ピンですから、はい、これもこういう風に左側の方に立ってこうやって投げるんですね。さあスペアボールも使いました。ナイスカバーです、はい、で笹田のですね、一球が笹田がバックスイングに入った時に少し親指が外に開くんですよ、はい、でこの開くのがいい場合と悪い場合とあるということですね。これ開いてしまうので返ってしまってターンしてしまうと狙ったところより左行ってしまうと、ここから親指が少し開きますから、なるほど、そうすると真ん中のところに行っちゃうということですね。ちょっと厚く入ってしまいました。6番と10番が残りました。ここからいいですか、はい、バックスイングに入って親指がちょっと開くんですよ、ちょっと開きましたね、はいはいはい、それでこのターンするタイミングが難しいんですよね。これはまあプロにとってはその自分の体の中に染み込ませた、はい、こう一つのパタというか型というのがありますからね。そうですね、まあ、これが笹田にとっては一番合ってるわけですね、でしょうね、さあ岡田の方はコンディションが読めましたからポケットにはまず行くとは思いますがね、問題は天秤が残るか残らないか、はい、上がりの大きいボールでした。ナイスストライク。岡田は完全にもうレーンのコンディション読み切りましたね、2フレにオープンフレームがあったんですけれどもその後は順調です。これはもうパーフェクトヒットですね。現在笹田がターキー、はい、ストライクが3つつないでますんで210ペースですね。そして岡田の方がワンミスのダブルですから190ペース、はい、ナイスカバー。予選24ゲームでのアベレージは笹田 196.25 でした。しかしこれからまだこれを含めて9ゲームあるわけですからね、上位の方に行くチャンスはいくらでもまだありますから、はい、
完全にレーンのコンディションを読み切った岡田ですね。来ればダブルで200ペースになります。ナイスボール、ストライクが来ました。もうこれは33、34、いずれのレーンも手の内に入れていきたいという感じの岡田の投球です。完全に読み切りました、決勝ステップラダーに残るにも、はい、その4位の現在の選手とは200ピン差というようなほどの差ですから、当然ここからの巻き返し、この21位22位の笹田岡田両選手にもチャンスは十分にあります、まだ十分にあります、そのためにもこのまず最初のこのゲーム、準決勝の第一ゲーム、今日の幸先を良くさせるためにも大事なゲームになります。そうですね。さあこの笹田のこのスペアも大切ですよ、はい、これも少し右に立って、右側から2番スパットに乗せて、これなら大丈夫でしょう、後ろの手もきっちりと倒しました、ね、4つのピンが固まる形で残っていたんですが、ナイスカバー。さあファンデーションフレームにお互い入っていきます。ただね、これがストライクが来ますとね、乗りますよ。非常に自力のある選手ですから、この一球は大切です。タキ来るか、来ました、来ましたね、乗ってきました。いやこれはちょっと面白いですよ、素晴らしいボールですよ。で笹田、ちょっと熱い、ナイスアクション。笹田の方はまだノーミスです。さあ岡田もう一つ来ますと、はい、220ペース上位に行くチャンスですよ。テンプレに入ります。サードちょっと中にミスしたけど、ヘッドピンに厚めに入ってしまいました。ちょっと狙ったところより中に行ってしまいましたね。オールウェイはなりませんでした岡田です。さあ笹田もテンプレに入ります。これも良さそうですね。来ました、あー来た、ターキーダブルですから220ペースですね、岡田は1991年の24期生になります。ナイスカバー。9月のオーツプリンスカップで今シーズンは7位に入りました。その9月オーツプリンスカップ7位が今シーズンのベストフィニッシュ、ランキングは29位。この辺が大変ですよね、非常に微妙な立場に今います。はい、ユースボール阪南で行われております第33回全日本女子プロボウリング選手権大会、スカイエーが中継いたしまして全国の皆様にお楽しみいただいております。今年度女子プロボウリングの公式戦はミックスダブルスを含めまして12のトーナメントがあるんですが、その最終戦ということになります。これも良さそうですね。来るか、ああ点滴に残ってしまいました、はい、岡田が今のサードに行きますね、はい、そんなに曲がるタイプじゃないんでね、コーナーアングルって外からやっぱり攻めるタイプですね。惜しいタップでした。さあそして岡田ややバランスを最後フィニッシュ崩しました。209でフィニッシュですね、はい、まあいいゲームじゃないですか、終盤のターキーが効いています。209。
そして笹田の最終投球、スペアでの締めくくり、はい、218ですね、はい、準決勝第1ゲーム岡田君対笹田よし子は218対209、それぞれがポイントを加えて次の第2ゲームへと向かっていきます。